将軍は中華民国の政治家、軍人。中国国民党の政治家で国境内戦期には行政委員長を務めた人物である。字は竹軍。四川省の地方役人の家庭に生まれる。火曜中学卒業後、軍人の道を目指すとして、1906年に保定通国陸軍促成学堂に入学した。卒業後の1908年春。 紹介席とともに、日本に留学し、東京新武学校で砲兵を学んだ。この時、寄付の紹介を経て、日本留学士官による、秘密組織、鉄血上部団に加入している。1910年冬、新武学校を卒業して、日本陸軍第13師団や砲兵第1 9連隊で実習に参加し、士官候補生となった。その後、 新潟県高田市で軍事訓練に従事している。1911年10月の侵害革命勃発を知ると、長軍は密かに帰国し、上海で陳その日率いる革命派部隊に参加した。陳が古軍と得となると、長は軍務所軍開課長に任じられている。なおこの時、同じく上海で革命に参加していた第23子参謀寄付。 第五弾団長、小海石と、名兄弟のちぎりを結んだとされる。間もなく、東成明暗殺事件への関与を疑われて将が、日本へ亡命すると、長軍が公認として、第五弾団長に任じられた。1913年、二次革命が勃発すると、内縁軍副官長に任じられたが、敗北して、日本に亡命した。日本亡命後の長軍は、 軍事をさらに学ぶため、陸軍士官学校に入学し、1915年夏に卒業した。その後は、南洋の中華学校で教鞭を取るなどしている。同年末の五国戦争勃発を知って帰国し、上海で活動した。1917年、孫文が五法運動を開始すると、長軍もこれに加わり、大本水府三軍に任じられている。その後、 四川省に戻って孫文派の勢力拡大に努めたが、孫文派に対立する、生学系の熊国部らに敗北して駆逐されてしまう。長軍別へその後は、寄付を頼って北京に移り、北京政府で、総統府総務所長、交通部市長などを歴任した。1924年10月の北京政変後、長軍は国民軍、 第二軍軍長古慶緯に随従して、四川省に向かい、河南省刑務所長兼警備司令に任じられた。しかし、古が間もなく病没し、1926年には、御配布により、国民軍第二軍が敗北したため、長軍は、上海へ逃れている。間もなく、公衆国民政府が、紹介席を国民革命軍総司令として、 国罰を開始したため、長軍もこれに参加し、国民革命軍総司令部総参議に任じられた。この時、長軍は、寄付と共に、上海へ赴き、石膏財閥や崩壊との連絡を取り合って、将の権力基盤強化を支援している。1927年8月、将が一時下屋に追い込まれると、長軍もこれに従って下アしたが、間もなく、将に随従して、 日本へ赴もむく。この時、内閣総理大臣、田中義一や陸軍大臣、白川義則らとの秘密会談を行った。日本留学組のうち、彼が日本語が、最もうまく、何王金紹介席の順だったと言われる。帰国後の1928年、紹介席が、中国国民党中央政治委員会、主席兼軍事委員会主席として復権すると、 長軍も中世会員兼外交委員会員に任じられた。同年5月、災難事件勃発の際には、来日して、田中首相と会談している。6月の長作林爆殺事件後には、後鉄城と共に東三世の長学寮を訪問し、これを説得して駅誌に導いた。また、この駅誌の前後にも再び来日して、 日本政府との交渉を行っている。これらの功績もあって、長軍は小解析から信任を受けることとなった。同年11月に国民革命軍総参謀長に任じられる。さらに、翌年3月には国民党中央執行委員に選出され、上海特別市市長にもなった。国民党中央において、新生学系という新たな派閥を形成し、 その指導者と目されるようになる。1930年代前半の中国共産党総統作戦では、余学館参照総秘総司令部統制委員権、指導委員会常務委員に任じられ、作戦計画の立案などを担当した。その後、東北に移動し、北平政務委員会常務委員などを務めて、対日政策の実施に当たっている。 1933年7月には、古北省政府主席に任命された。この時に、共産党総統に成功したほか、財政整理や災害からの民衆救済を推進し、実績を上げた。1935年12月、日本の振興に備えるための国民政府改祖により、王朝名が行政委員長を退いて、小解析がこれを兼任すると、長軍は、 外交部長に任命された。長軍は日本との交渉に当たったが、翌年1月21日に日本の外務大臣、広田光輝が発した、広田三原則に対して、これを拒絶する声明を発した。引き続いて行われた有田八郎との交渉でも、紹解席と傍協協定を締結する案に対して、日本側に譲歩する姿勢を一切見せなかった。 さらに、同年に、四川省、関東省で発生した、日本人殺害事件の発生が、中日双方の対立を激化させ、ついには、外交交渉の完全な低頓に至っている。しかし、長軍は、中国との間の傍協の問題は、北四方面における地域としては、傍協協定はやってもよろしいと述べている。1937年2月、長軍は、 中央政治委員会秘書長兼外交専門委員会主任委員に任じられた。同年7月の露光抜橋事件による日中戦争勃発に伴い軍事委員会秘書長となった。翌年1月行政委員副委員長に任命され、1939年には国防最高委員会秘書長を務めた。 その前の1938年1月、日中戦争の広報支援体制整備のため、病死した劉暢の公認として、四川省政府主席に任命された。しかし、中央勢力新党を嫌う四川軍指揮官たちの反発を買ったため、長軍もやむなく、主席を退き、軍事委員会委員長重慶行営主任に移動している。 1940年11月、ようやく、四川省政府主席となり、合わせて、軍事委員会委員長生徒業長江主任も兼ねた。これにより、四川省の人力、財力を動員して、広報支援体制の整備に成功している。1944年4月には、B、B-29 の日本空襲のため、 生徒周辺の飛行場建設を、ほぼ完成させた。周恩来と会談する、朝軍日中戦争の後、朝軍ら国民党代表は、周恩来ら共産党代表と重慶で和平会談を行い、1945年10月10日、総重協定が結ばれた。しかし、朝軍は、共産党の軍事力につき政変しなければならない、との留保を表明しており、 完全な停戦協定とはならなかった。1947年4月、長軍は行政委員長に任命され、戦後経済復興の政策を進めようとした。しかし、国境内戦などもあって効果はなかった。翌年5月、行政委員長を辞して、中政会秘書長に移動している。国境内戦末期の1949年1月、 重慶水税交所主任に任じられ、西南部確保のための方策を実施する。同年12月、雲南省政府主席路漢を昆明に訪問したところ、共産党への危機を占した路漢によりバリー軍は逮捕、拘束されてしまう。しかし、路漢とは、日頃から交流があったことなどもあり、間もなく釈放されて、台湾へ逃亡した。台湾へ逃れてからも、 国民党中央非常委員、行政院設計委員会委員、総統府秘書長、国防会議秘書長などの要職を歴任している。また、日本との重要な交渉も担当し、何度か訪日して、経済協力、反共戦略などを、日本政府側と話し合った。1990年12月14日、老衰により、台北市にて病没。去年102。 ありがとうございます。